はい、皆様ご覧いただきありがとうございます。なんか寒くなってきましたよね。こう温度をね、しくちゃん、はい、服装でどうにかするんじゃなくて、こう皆さんこう内側から燃え上がるようにね、代謝を上げて、まあ、小学生とかさ半ズボンで歩いてるじゃん。あれはね、子供だから、うん、子供だからそうそう、でもああいう感じでいきましょう。皆さんね、自力で温めると妊娠に近づきます。はい、今日の話は、寒くなってきましたよね。寒くなってきて自力でこうなんか代謝を上げるという話をさせていただきます。はい、しくちゃん、はい、ひどくない、その服装。どういうこと、ね、あのひどいのはね、季節感のない鶴先生だと思う。いや、半袖ですけども、そういうなんかね、元気の押し売りっていうのかな。元気の押し売りってよくないと思う、寒いもん。そうかそうか。でもね、これ皆さんちょっと思い出してくださいね。この歴史ある子宮妊活チャンネルのテーマはまず自力でだったよね、しくちゃん。自力で、はい、自力だよね、うん、先生が言ってたのこれじゃないですか。スネオ、スネオ理論。スネオとさ、ジャイアンってさ、どっちがたくましい？ジャイアンでしょ。どっちが金持ってる？スネオ。どっちが甘やかされてる？スネオ。どっちと結婚したい？どっちも嫌だ。ひどい。でさ、なんていうの、こう書いていいのか分かんないですけど、自力でさ、その温めた方がいいんですよ。先生の治療院がすごいブレイクスルーを起こした時とかっていうのは、とにかくみんなね、その腹巻きとかしてたのをやめてもらったんですよね。で、本当にやめてもらってた人たちが、まあ、卵の採卵の成績が良くなったりだとか、もう本当にこうなん自然妊娠とかするようになったりだとか、体温が安定するようになったりだとかっていうところ、これも本当に申し訳ないけど事実なので、まずはそこですよね。自力で、まあ、ジャイアンのごとくこうしっかりとこうねっていう形だと。いつも話してるよね。で、お灸やれだなんだとかっていろいろあると思うんですけども、こう、まあ、それはまず一つ重要ですよね。そこの部分重要で、思い出していただきたいんですけども、あと、まあ、なんだろう、手足にさ、これ足に見える暖かい状況を作ると、血が行くわけじゃん、しきちゃん。うん。血が行ってるっていうことは、脳に対して、多少血が不足してくるわけじゃないですか。だから、ここの部分で血が不足っていう形すると、血を作ろうよって命令をするっていう話しましたよね。っていう形で、あの体質改善でこういう温かい状態を作りましょうよって話はしたと思います。先生みたいに元気で、この半袖みたいな過ごしてる人みたいな、まあ、真似できる人と真似できない人いるじゃないですか。うん、なので、ちょっとね、これ一つプラスしてアドバイスをしていこうかなと思います。はい。これなんですよ。大椎、大椎、よく読めたね。大椎っていうね、これツボの名前なんですよね。ツボ、あ、ツボってよくない？これ神秘的なイメージがあって、大椎ってツボがあるんですよ。これって葛根湯って皆さん知ってますか？しくちゃんも知ってる？知ってる。葛根湯ってどういうやつ？風邪ひいたら飲むやつ。なんで飲むか CM で言ってた。 CM で言ってた。もうまるっきりテレビの情報を信じるタイプなんだね、しくちゃんはね。素直だからね。なるほどね。大椎っていうツボがあって、ここってね、その葛根湯と同じ作用みたいな感じのイメージなんですよ。葛根湯ってね、あの皆さん覚えておいてほしいんですけども、その体温を上げる作用があるっていうふうに言われてるんですよね。で、これね、昔なんか病院勤めてた時に、その時にその院長先生が漢方薬局の息子さんだったっていう話で、なんかめちゃくちゃその漢方とかその詳しい方だったんで、まあ、そこの薬剤師さんとかにも話聞いてたんだけど、葛根もさ、エキス剤っていうのあるじゃないですか。一方一方この包まれてさ、なんかその顆粒になってるやつっていう売ってるやつあるじゃないですか、うん、こういう感じのメーカーとかさ、こういうところでエキス剤と元々のさ本物ってなんか全然効くんだよ、こっちの方がって話は聞いてたら、ちょっと余談として思い出しました。葛根湯の本物？本物、あ、よくわかんないんだけど、その削りたてみたいな、そうそう、全然違うんだよっていうところ、ちょっとこれ頭の片隅入れといてください。で、はい、一方この同じ作用があると言われてるこの大椎ですね。玉があります。これ人ですよね。これ皆様、まあ子宮ちゃんにしておきましょう、これ。なんかね、こう触っていただいて、この辺なんですけども、首の後ろ側ね、みんなもちょっと触ってみて、こうやって手に触ってみて、で、ここのね、一番出っ張ってるとこってわかりますか？多分。多分でいいんですよ。一番出っ張ってる突起物のちょい下。なんとなくでいいと思うんだ。ここら辺が、まあ、大椎っていう形ですよね。まあ、C7 って、流椎って言われてる部分のその下のあたりを大椎っていうようなツボになってるんだけど、そこの部分をこう温めるようなイメージですね。
こうなんか薄着でいいんだけど、ここの部分はなんか逆に言うと体冷える侵入路みたいに言われてたりするから、ここはねちょっとこれからの季節って温めてほしいんですよ。先生ってさ、なんかマフラーはするんですよ。めっちゃ薄着なんだけど、そのマフラーはするようにしてて、マフラーで温度調節するって形なんですよね。まあ、手袋とかいらなくて体温コントロールがすごくしやすいじゃないですか。だって暑かったら取ればいいしっていう形で、上着脱ぐより楽にいくので、比較的薄着でマフラーでコントロールするっていう形にしたら、やっぱりね結構楽なんですよね。ここってやっぱりセンサーがいろいろあって、温めとくとこう体安心して四肢に血を回そうとするっていうイメージなんですよね。これが冷えてくると、こう手足って別にほら冷えてても死にやしないじゃないですか、究極。なので冷えてると手足のバルブをストップさせて中心に熱を集めようとするっていう形なんですよね。そうそうそう、っていうふうに考えると、ここの部分に対する保温っていうものは、まあこれからの先 OK っていう形。まあもちろんメリハリしなきゃダメだよね。汗かいてきたら脱がなきゃいけないし、暑くなってきたら、取らなきゃいけないしっていうところ、もちろんそこはやってほしいんだけど、温めっぱなしはダメだけど、まあそこに対する寒い環境での保温っていうものは妊活でもめちゃくちゃ有効だというふうにもう確信しております。またここに対するお灸も全然あるよね。同じような場所にさ、大体でいいんですよ、この辺に。神経ってのは点じゃなくてことオーバーラップしてるからさ、いろんな位置、そのあたりでいいっていうようなイメージだと思うんだけど、そういうところのお灸をやってもらうのも一つありなんじゃないのかなっていうふうに思ってます。だからこれ自分でやるの危険だよね、この先生たちが教えてるお灸自分でやるのが、やっぱり髪の毛がね、そういうところにやるんだったら、まあ、旦那さんにやってもらうとかでいいと思うし、またなんかカイロとかでもいいじゃないですか、これだったらさ。本当ですか、温めたやつをここつけて、その上からこうなんかさマフラーつけるのって言ったらめっちゃ温まるから。すごい。そうだ、つけっぱなしじゃダメよ、やっぱりね、甘やかされちゃうので体が。そういう形でもいいし、この間コメントであったんだけど、チンするやつでいいですかみたいな感じで、ああいうのも寝る前やったらさ、理屈的には四肢に血流が行くってことじゃないですか、でよく寝れるってことじゃないですか。大椎あたりに温めてやってあげるのも一つありなんじゃないかなと思います。まあマフラーは OK ですよっていう話ですね。なんかせっかくだからそのおしゃれなマフラーね、ここのところちょっと覚えておいてください。後ろ側ね、いいな、大椎、まあなんか場所ちょっと説明分かりづらかったらネットで検索すると、大椎ツボっていうふうに検索すると出てくるから、そこがなんかまあ風邪の入り口みたいな感じのイメージで考えております。風邪ひいちゃダメだから、なんとなくこう妊活で体温を維持するっていうのにお使いください。はい、チキちゃん、はい、なんか体温起こっちゃってたって今日の話ね。そうですね、高温期なのに全然上がらなくて。なるほど、環境に生かされてるからさ、人間って。で人間って本来ほら寒くなったらさ、寒くなるだけ代謝を上げれる動物なんですよ、本来はさ。服装でまあもちろん対応するってもありなんだけど、やっぱ内側からやるっていうのがさいいと思うよね。それには、うん、なんてつぼだった、大椎、大椎ですね、大椎しっかりと皆さんもねやってみてくださいですね。あとぜひグッドボタンですね。グッドボタンしてくださいって言ったら、すごいグッドボタン押してくれたんだよね、みんなね。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もできればぜひね、お友達もお誘いの上していただくと、またまたね、年内2万登録までいったら YouTube ライブをする予定でございますのでね、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。